ちゃんまりまりぴょんです。わんわん、イエイイエイ。気になっちゃった。なんかさ、一本だけ存在感あるね。もういっか、かわいいだろ。さあ今日はですね、2022年お疲れ様でしたということで、皆さんからいただいた2022年のやらかしを発表します。ドン、ジャカ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 バンです。では早速参りたいと思います。もう大人気の企画ではございます。心してお楽しみくださいませ。皆さんありがとうございます。じゃあ早速読んでいきたいと思います。まず本当にお名前言えません。マネージャーの名前登録名をクソ野郎にしてたのがバレた。わお、これね、最初友達が出てくるから本当に恐ろしいよね。結構ねびっくりしたよ。これはお友達なんですよね、この人ね。紹介して大丈夫？ねえ、面白いね。すっごい嫌いだった時があったんだろうね、やってるよね。続きまして、ブラジャーするの忘れて出勤したこと、ありがとう。本当にゆっさゆっさゆたんゆたんってやっちゃったの？はぁ、私は忘れたことないな、マジで。存在感がちょっとなんか、ちょっとやっぱ、ヌーブラじゃない、ブラ、ノーブラでやっぱ出てくと、あ、やばい。やばい、ちょっと。うわぁ、盛り上がっちゃわないで、これ。こうやってコンビニまで行こうかな、みたいなことが全然あるからな。これはリアルな話なので、ブラジャーするの忘れて、出勤して、どうしたんだろう、ブラジャー買ったのかな、結局。ブラジャーないとそわそわしない。続きまして、上司かっこ秋山さんと話している時に、本人に向かってずっと秋元さんと言い続けたこと。名前ってめっちゃ間違えるよね。本当に3文字だったなーみたいな。みかどさんわ、ちょっとわからんなーみたいな時めっちゃ悪くない？ある。続きまして、レインガンナンバーマンミュージアムに入った瞬間、携帯落としたインフォメーション届いてた。あってよかったね。はい。続きまして、んげ、ソルの嫌すぎて切ってたら、うんこ、切ったこそです。わかる。わかんのかい。わかる。見えないからね、基本ね。目がここについてれば、また別の話だけど、こうやってやったら卑猥なポーズになっちゃった。また別の話なんだけど、ちょっと違うよね。ね、髪縛ってたんだけど、ちょっと調子悪い、もしかして。リップ見慣れてないだけ？ここ？あ、ここだ。なくていいんだ。はい、続きまして。夏休み中足にネイル塗って、開けても靴下履いてるからいいかと思った。落とさないでいたら身体測定。アウチ！旅行駅って誰も持ってないしね、そういう時って。気まじい。続きまして。物理のテストで6点。このポジティブに乾杯だよね、冷静に。物理ってマジわかんなくね。あ、でもやっぱ物理本当に分かんなくて、もうなんかすっごいバカにされてる気分だった。よ、世の中からこんなことも分かんないのかってバカにされてる気分だった。受験生なのに片思いとかのんきにしてること、現在進行形。当たり前やん。受験生になる前に人間やねんから、人好きになる生き物やねんから。うちだって今見て、動画回してんのに前髪気になってます。現在進行形でいろんなこと起きんねん。保険見直しに行こうかってアンミカさんも言ってたでしょ。続きまして、無心で卵焼き作ろうと卵割ったら黄身の方を捨ててしまった。しかも2回繰り返した。卵ごめん。続きまして、初めての北海道女子4人旅、空港について写真撮ってたりはしゃいでたら見事に飛行機乗り遅れた。かわいい。飛行機乗り遅れた時って絶望するよね。続きまして、バイトずる休み数え切れないほどした。青春。最初の注文はスタッフがお伺いします。お、最初の注文はスタッフがおごりますと言ってしまった。みんな飲んで。シンプルビール逆にぶちまけ。そして揚げたばかりのイクラが宙に舞った。歌詞かよ。某回転寿司でシャリだけ流して焦って逆回転のボタンを押して大パニック。やばいね。続きまして、盛大な思わせぶりで勘違いして告白して振られたこと。しかも向こうに彼女できてた。本当にこれ2回あった人生で。じゃあ LINE 返すなよ。期待させるよね、男って本当に。みたいな。え、LINE が来たから返しただけです、みたいな。てめえよ !21 歳 !4 年後で、年末から年始にかけて錬金でバイトしすぎて疲れて、元旦にバイト先の包丁を捨ててしまった。ほら、疲れるとこうなるからね、みんなほどほどに働こう。続きまして、夏休みバイトしてなかったけど成績不安すぎてバイトの申請取ってなかったから面接全部落ちた。最悪。まあでも勉強したならよかったんじゃない。続きまして、友達との待ち合わせの時知らない人にドタドタ駆け寄って急ブレーキ。本当に怖いよね、こういう時ってなるよね。
推しに見られないと思って変顔メンションして送ったらなんか閲覧にいたんだけど死にたい。ね、やっぱ見るんだね。うちも見るもん、全然。やっぱ見ろよ、メンション。マジメンション気をつけないよ。本当に見るから。友達も、親しい友達にしてたんだけど、なんかたまに親しい友達でメンションしてるから、それで見られちゃったんだって。すごい、他の推しの悪口書いてる時に。終わってるよね。でも可愛い、人間っぽくて。続きまして、馬先の鍵閉め忘れた。何かあったら切腹事件だよね。大丈夫だよ。続きまして、トリッピーが3体いたから大声で、3P じゃんって言って気まずくなったこと。ねえ、やってんね。3P じゃん普通にやばいやつだよね。あっぶねえ。ね、こっちピン止めしてんだけどさ、やっぱ見て、縛れてる量これしかないの。キモいよね。やめようかな。卒論2万字終わらない罪。前もってコツコツしない私のバカ野郎。卒論とかもう、卒論が絶対無理だと思った私は。あと課題と、もう絶対無理だと思った大学入りたいなと思ったけど。面接で〇〇ですって答えようとしたら緊張しすぎて、〇〇だと大宣言してしまった。私は、富士校卒業だ。続きまして、店長と話してて笑った途端にでかいへ出た。へって出るよな。こらえてる時に限ってさ、なんか重要なこと起きたりしてない。この間リモートの打ち合わせしてる時にめちゃくちゃうんちしたくなって、うわ、どうしようと思いながら、でも最初の方でもうんちしたかったんだけど、1時間ぐらいやっちゃったんだよ。30分ぐらいで終わるかなと思ったら、1時間ぐらいやっちゃって、もうマジで困ったよね。ずっとマネージャーさんにやばい、漏れる。やばい、漏れるってパソコンで言ってたよね。しんどかった。しかもそういう時に限って、後ろにすぐ予定があったりするんだよな。続きまして、レイさんに愛そびれたこと。今年確かに。今年確かにだわ。予定があんまり皆さんと会う予定がなかったね。生配信だったしね、誕生日も。確かに、うちディナーショーやりたいんだよな、マジで。カラオケ大会とかしたくない。私のファンの人の方の中で歌うまい人とかをお呼びしてやりたい、そういうの。マジピン気になるんだが、もう娘だよって話だよね。だってこんな短いんだよ。出産とともにうんこ出した。すまんすまん。カリー、母親ってやっぱノリカリー。カレー、ノリカレー、ケツからカレーって感じだね。続きまして、ダンスしてたら膝の反対曲がって脱臼。いやー、脱臼したよ。その場で戻したら骨折して、いやー、ちょっとなんかインスタに流れてくる動画みたいなことが起きてんじゃん。大丈夫？いやー、ういー、お大事に。続きまして、出勤して職員室入ったら音楽止め忘れてて 大音量でエドシーランが流れたこと。先生、先生が見てくれてるの、うちのインスタ。新鮮。恥ずかしいね。校長にエドシーラン、バンドとマイフォームユー、アドバーボンワ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 ンとか流れたらやばいね。続きまして、一袋2000円のコーヒー豆を間違えて3つも家引いちゃったって隠したけど見つかって結局自分で買ったこと。店でこういう間違えちゃった系はハラハラするよね。で、大体バレんだよね。おっつ。続きまして、さっきこう漏らしたら、みんなヘとかうんこ漏らしすぎだろ。続きまして、学校のトイレで水が出るボタンを押したのに流れる音聞こえないなと思い、おかしいなと思って振り返ったらビデオをしててスカートどころかパンツがびしょびしょで、やったことある私も。しかもそのことを友達に話してるつもりが大きな声で喋りすぎてクラス全員にバレた。最悪。うちクラスの教壇のところでさ、ズボン下ろされたことあるんだけどさ、普通にグレーのパンツでさ、ビヨンビヨンのグレーのパンツクラス中に見せびらかしちゃったことあるよ。挑発したの、なんか自分が悪いんだけど、てめえ脱がすぞって言われて、脱がしてみろって言ったら本当に脱がされたの。でも生きてるから今ね。婚約破棄。後ろのニョロリ線がめっちゃ切ないぜ。婚約破棄、もう自暴自棄になってる人の言い方。婚約破棄、自暴自棄な人の言い方だもん。ちょっと想像しただけでしんどいよ。だってさ、結婚したいぐらい好きな人ができたってことでしょ。その人にさあ、ちょっと違うわって感じになったってことでしょ。うわ。続きまして、卒業アルバムの写真を撮るときにズボンが下げてたこと。頑張ってピンと止めて写真撮った。お疲れ。お疲れ。もうほんとめんどくさいね、そういうのね。あーってなるけど、そういうときにさ、あの周りの人ってさ、めちゃくちゃチームワーク発揮してくれるよね。あ、長めのやつ来たよ。保育園のとき大好きだった初恋相手の人と初めてクラスが一緒になり、席が隣に、相手がすっごい好意的に接してくれるから絶対私のこと好きじゃんって思って、私も好意的に接してたら相手他校の彼女持ちでした。バク。私が勝手に盛り上がってたのかも。だけど、すでにいるなら思わせぶり。ブー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 、すでにいるなら思わせぶりなことしないでほしい。長文失礼しました。レイちゃん大好きだよ。ねえ、ブー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 、ほんと思わせぶりって許さないよね。絶対許さない、マジで。はぁ、みんなにそういう態度で接しちゃうんだろうね。ってなったらさ、じゃあ何？キスしたら好きってこと？好きの基準上がりすぎてない？恋人にしようしないの基準。それってさ、何？好きです、付き合ってくださいって言ったらさ、どうなるの？
告ったらさ、普通に平気で切るんでしょ。じゃあ何、貴様は本当に好きな女と普通の女との境目は何なんだなあ。言うてさ、前に付き合ってた子と親友みたいな感じになったりするじゃん。一回愛した女をだよ、一回愛した女をまた今普通な感じで接せられるっていうのがマジ理解できん。マジで理解できん。頼む、説明してくれって思うけど、説明されても分かんないのよ。で、説明がなんかもう適当なことしか言わなくね。あんま言及したことないけどさ。続きまして、酔ってバスで爆睡して車庫まで連れてかれた。本当にあるんだね、こういうの。これってさ、閉ざされた世界みたいになるの、起きた瞬間に。世界が終わっている、おかしい、何が起きているんだってなるのかな。うわ、こうわ、これ部活のグループラインに間違えて夜ご飯の写真送ったこと。かわいい、今日これだよ、あーやばい、お疲れ様ですってなれたことでしょ。かわいい。続きまして、わー、クラスのカップルの彼氏と体の関係を持ってしまった。わーわー、電車乗るのが久しぶりすぎて間違えて駅員さんにめっちゃ怖い目です見ながら説明されたこと。幸運はマジで。説明してもらうときってなるべく優しくなってほしいよねって思う。半信半疑じゃなくて、間違えちゃった、反面教師、反面教師、自分もそうしようって感じ。トイレ行く夢見たらおもらししてた19歳、かわいい。2個も送ってきてる、かわいい。続きます、生理用ナプキン 2,3 個ズボンのポッケに入れて電車座ってて降りるときに立ったらボッケからナプキン出てて、そこそこの満員電車の中ナプキン回収したこと。積んだ、しかもいつも乗る電車。Oh my god! どっちのアーマーサベージ、久しぶりにやったこれ。あー、落としたくない時に限って落とすよね。しかも見られたくない人に見られるよね。すんげー顔真っ赤になる、そういう時。なんでこんな自分で抜かりないんだろうって思っちゃう。抜かりない？抜かりある？ごめん、抜かりあるんだろうって思う。みたいな音楽流れるくない？自分の頭の中で風がピューって吹いて。くそ切ないよね。まあ人の記憶は1週間で忘れるので大丈夫大丈夫。授業中に先生がみんなキリスト言ったので、立った瞬間椅子に足を引っ掛けて、あ、後ろに飛んだ時、時が止まった、時も止めてずっと君のそばにいた、ウィウィ。酔ってトイレの便座で前歯折ったにょ。そのまま飲む時だけマスクをして難を逃れたにょ。続きまして、ダンスの発表会でなんか胸元スースーするなと思ったら乳首もろ出しと取ってた。やばーい、やばい。男の子、女の子かな。ちょっとごめん、笑っちゃった。おもろいわこれは。これさ、バレたのかな、自分で気づいたんだよね多分ね。でも絶対気づいてる人いるよねこれね。面白。発売とで包丁洗ってて社員さんが挨拶に来たんだけど、緊張すぎて左手に包丁持ったまま挨拶。あ、お疲れ様です。恐ろしい。仮面2回本面2回落ちて、今月バイトで1週間に3枚皿割ったこと。うわ、ついてね。ねえ、やっぱさ、あの免許取るのってむずいの？うちも絶対落ちんだよな。うちスノーバイク乗れなかったからさ、あの小学生の時に。だ、絶対無理。バイトです、こちらどうぞじゃなくて、こういう感じにしちゃう。言い方かわいい、こちらどうぞ。ヒッチハイクだよね普通に。え、ね、待って、馬先初見男子講師3時間ぶっ通しキス、何このワード。え、キスって3時間もできんの？え、怖い怖い。走ってて思いっきり足をゴキってやった瞬間、好きな部員と目あった、目。あ、ちなみに野球部のマネージャーです、目目。来る前に彼女作られてた、本当にファッキー。音のない部屋でのこと、彼の前でおならしたことないのに、接近した瞬間おなら出て沈黙の時間。やっぱみんな変すんだね。ね、やっぱみんなめっちゃおならする。あ、ごめんなさい。どうも、シリです。何かお手伝いできることはありますか？え、YouTube の編集とかお願いしてもいいですか？ウェブで見つかった編集のビデオはこちらです。ご覧ください。あ、すいません。ありがとう。ご丁寧にありがとうございます。どうもー。あ、え、レイちゃんが無印に来た時に、かわいすぎてテンパりすぎて、そんなことないんだけどね。商品入れ忘れたこと。こんにちは。うちは普通にブスだけど、よろしくね。嬉しい。あげー。うちなんかどこだろう、無印見つけたら行っちゃうんだよね。ありがとうございました、その説は。I'm loving it。
無印の CD つける担当だったんだけどさ、あの音楽ってさ、なんかそういう世界各国の伝統音楽とか流したりするんだけど、マジャミナナのボジャマナナナボジャマナニナナラウララナボジガレアダリナニガバナブエンダリガチンラルみたいな音楽の時が多分4年前ぐらいに流してたんだけど、それをもう頭から離れんよね。何言ってるか分かんないけど頭から離れんくない、あれって。マジャミガガガバダメダダラモジガバラリバリガバラプムジョリガプンラロ。続きまして、お前の推しよりクラスの男子の方がイケメンだわって言われてクラス全員の前で爆笑しちゃったこと。はい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 、推しを舐めたらあかんだよ。これはさ、本当にどう、え、これは教団の前で切腹させた。我々の推しをそういう風に言うやつは絶対に許さない。推しをいじめるな。患者さんのおむつのサイズ間違えた、かわいい。毎日お疲れ様。友達と大爆笑しながら自転車乗ってたら二人とも転げ落ちた。かわいい。え、ね、彼氏と激しくやりすぎてベッドのフレーム折れた、だってやばくない。金を折るって相当だよね。鉄パイプじゃないでしょ、だって死んだんだけど。元気出る。続きまして、50代ぐらいの人が買ったものを忘れててお客様っていうところをおじ様と大声で追いかけた。クソ失礼だな。高3の学年主任と目合って殺されるかと思った。え、怖いの。マイナンバーとキャッシュカードなくした、怖っ。最悪見つかった。飲み会で全力でチグハグを踊ってしまった男もいたのに。全然いいやん、好きなもの踊れ。チチチチチチチグハグ。教習でジャス積もうかと言われたのに一生チェンジレバーを R に入れっぱなしでバックし続けたこと。全然よくわからないんだけど、とりあえず後ろに下がっちゃったってことだよね。これはやらかしてるね。マジこういう単語覚えられない、絶対覚えられない。どうしよう、うち絶対覚えられないわ。いやー、車免許取りたいんやー。でもみんな持ってるから、みんな持ってるものって何でも欲しくなる。高い金払って通ってる脱毛も目覚ましかけ忘れてぐっすりそのまま1回分消化されてた。呼んでくれよって話じゃない。ひどいね。かっこいい方と飲みに行って落ちたフォークでチーズ食べたこと。でもさ、ちょっとさ、なんか変なやつぐらいがちょうどよくない？思うけど。なんかもう、面白いやつが結局勝つくない？恋って。あ、やば。やばこいつって思った方が楽しくない？歯科衛生士やってるんですけど、忙しすぎて患者さんの名前を呼び捨てで呼んでしまったこと。田中！続いては田中！お待たせ。英語の授業中に6をセックスって言っちゃったのさ。マジわからん、この絵文字の使い方。で、さ、1週間ぐらいネタにされるんだよね。あ、セックスじゃんって。最悪。ビューラーでまつげ半分ぐらいちぎれました。やばいね、相当力強い。ゴリラじゃないの。てか手の力やばいな。部品を下ろすためにコンビニに行ってお金を下ろしたのに部品の存在忘れて菓子パンとマック買った。イエーイ。つくね、バイトしてなくてさ、親から金もらえない状況だったら死ぬねこれ。マッチングアプリでスキピができました。そしたら保険の営業でママと入ってしまった。別のマッチングアプリでも別人を装って復讐します。体の関係を持ってしまってかなり都合のいい思い通りの女になってしまった。絶対許さねえ。利用しないでほしいよね、冷静に。彼氏に勤まって帰りたくなくて次の仕事サボった。イエーイ人生。続きまして、入浴剤の床にこぼした一面オレンジのキラキラ。イエーイ、それもまた人生。今年も無事ゆえ健康に来てしまった。何よりですよ。いや、やらかしじゃないよこれ、何よりだよな。いいな、ナイス。はい、ということでいただいてありがとうございました。2022年はですね、皆さん、ちょっと代弁の方をおもらされたりとか、あとはあの法兵の方をなさったりとか、たくさん忙しかったみたいなんですが、2023年もですね、いろんなことをやらかしながら人間として成長していきましょう。そしてなんか私と共に笑い合えたら嬉しいなと思います。皆さん今年も見ていただいてありがとうございました。愛してます。来年もまた一緒に笑っていきましょう。では、やっとしよう。